亀岡さん、こんにちは。こんにちは。今日は4月9日土曜日です。今週は桜の開花も発表され、穏やかな日差しが差し、すっかりと春めいてきました。今日は陸、海、空に関わる3つのテーマを準備しました。1つ目は陸についてです。伊達市出身の陸上選手三浦弥平さんの名前を取った伊達市ウェルネスサロン弥平ふるさと館が並行した伊達市柳川町白根小学校を改装してオープンしましたが、行ってみていかがでしたか？いや、素晴らしい施設でしたね。白根小学校が廃校になってですね、その後の跡地利用ということで、地元の皆さんの要望を取り入れて、市がですね、いろんな施設を入れたんですね。子供たちが遊べるようにということで、天井の高い3階をですね、スポーツ施設にしたと。ジムやまたはテニスはできなかったのかな、バドミントンやそういうものがたくさんできるように、または子供たちのボルダリングができるようなところまで作ってしまって、本当に交流館として最高の場所、そして最高の施設になってましたね。あれは素晴らしいと思いました。これはね、三浦弥平さんという私の大学の先輩なんですけども、マラソンランナー、オリンピックの初めてのマラソンランナーで、実は衆議院にも一回出たことがあるんですね。その動機というのが、福島にオリンピックを持ってきたいという動機のもとに立候補したことがあるというのを聞いてます。まあ先輩として素晴らしい、いろんな活動をしてきたその思いを受け継いだ施設と言えると思います。ありがとうございます。この施設は子どもも大人も楽しめるスポーツに関する施設ということなんでしょうか？そうですね、地域交流館ですね。まさに3世代交流ができるというのと、卓球ができたり、または自分たちで新しいね、新スポーツっていうね、なんか遊泳で流行ってるようなやつのスポーツも取り入れて、新しいスポーツもそこで学べるというような環境で素晴らしいと思いましたよ。そうなんですね。ぜひ行ってみたいです。ありがとうございました。ぜひ多くの皆さんには行っていただきたいと思います。はい、ありがとうございました。続いて海についてです。先月の福島県沖地震で大きな被害を受けた松川浦漁港に、明日4月10日に中村農林水産副大臣がいらっしゃるということで、いろいろと地震被害対応にも動かれていますね。これはですね、実はもう災害があった次の日ですね、3日後かすぐに行ったんですけども、松川浦および岩の岡あたりものすごくひどい被害が多かったんですね。で、漁港もひどかったですし、漁港施設もそのやられてしまったということで、それらをすぐ直さなきゃいけないということで、農林省にだいぶ働きかけをしまして、ようやく10日の方に副大臣が行けることになったと。で、パッケージとしてはもうね、いろんな形で救済策は作ってるんですけども、新たに漁港にもしっかりした取り組みをしなきゃいけないということで、中村農林水産大臣を副大臣を行ってもらったんですね。これ大事なことだと思います。しっかりと、農林省が国として取り組む。そして、しっかりと助けていくということをやるためにやるわけですから、そこは理解してもらいたいと思いましたね。はい。ありがとうございます。最後に空についてです。前回の動画で福島スカイパークの空開きについて少し触れましたが、亀岡さんが日本桜の会や桜振興議員連盟の役員として福島スカイパークを桜の名所にしたいという動きがあるそうですね。また先日 SNS で総理官邸に日本桜の女王と一緒に岸田総理に表敬訪問されていたのを見ました。女王を間近で見ていかがでしたか？いや、綺麗でしたよ。なかなかね、素晴らしい。もう、私と同じぐらいの身長でですね、でスマートで、やっぱり歩く姿が艶やかでしたね。やっぱり桜の女王をしっかりと選んで世界中に桜を広めていく、このアピールができるのにふさわしい女王だと思いました。それからスカイパークもですね、本当に桜を植えて桜の名所にしようということで、管理者の斉藤さんとも話をしてきたんですけども、もっともっと桜を植えて、もう桜が咲くときには一斉に咲くと、本当に桜吹雪が舞い散るようなスカイパークにしたいねということで、これを実現させていきたいと思います。これからですね、新たな福島の桜の名所として生かせるように、日本桜の会で桜をしっかりとですね、給油しながら素晴らしい桜の名所を作り上げていきたいと思います。ありがとうございます。福島県には県内各地いろいろ桜の名所がありますが、新しいところができると、嬉しいです。ちなみにいつぐらいに
満開になるんですか？スカイタワー。まだこれから食事するんだから、食事はまだだいぶ後になりますが、はい、平地よりもだいたい3週間遅れて咲くので、福島が今だったら今から3週間後に咲くと思いますね。2回花見ができるんですね。そうです、そういうことです。ありがとうございます。これからも福島県の復興や盛り上げのために頑張ってください。よろしくお願いします。はい、これからもしっかりと観光資源を生かせるように頑張ります。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。